どうも、チンボーにドブをすくって、ドブをすくったドブを、トクトク、ドブドブスペシャルです。はい、そろそろして、ハリウッドラブショーです。はい、あれですね、動画でポン放送局の時間になってきました。はい。月に一回のお楽しみ、皆さんの質問にお答えする、コーナー、画期的なコーナーでございます。はい。ちょっと前になんか体調を崩しちゃいまして、ちょっと風邪ひいたんですけど、まあまあ一日寝込んで治りました。はい。まああれだね、ちょっと疲れてたからね、ちょっとあれでしたけども、はい、動画ネポン放送局やっていきましょうかね。質問、最近寒くなったでしょ。おいでね、寒くなったから、寒くなったりまた暑くなったりしてるからしんでえですよ、ほんとね。ほんとでっけえ仕事があったり、あって風邪だった時はもう地獄ですから。うん。はい、答えていきますか。体はだるんだるんだけど仕事に関しては一の波にストイックだな、好きだ。腹立つわ、余計なお世話ですわ、だるんだるんは。うん。そう、10万人突入したんですよ、10万人登録者数がね。でもなんかなんでしょう、銀の盾くれるらしいじゃん。でも銀の盾くれるなんかそのボタンがまだ出てきてねえだよね。なんかそれなんか調べたら、ランダムじゃないですけど、そのすぐにはね、こういうこう送れるような環境には、送ってくるような環境になんないらしいよ。うん。すぐ送ってくるパターンもあるし、なんか全然送ってこないパターンもあるみたいね。うん。腹立つわ。送ってこい早く、なもうお前。うん。銀の盾ね。外吉のチャンネルで銀の盾はもう光栄ですわ。はい。次。二丁目時代に傘で王を出された事件の真相を聞きたいです。なんか、同期に、の、いや、言うたら、G メンスでね、家借りてて、相方と一緒に住んでて、言うたら、同期の溜まり場みたいになってたんですよ。みんななんか、入ってきちゃ、なんか、騒いじゃ。健康も来るし、松口も来るし、レイジラも来るし、ね、みんななんか溜まり場な、田村とかも来てたし。で、そんな中、なんか同期の、なんだろうね、名前はまあ言いませんけど、なんか同期のやつがいたでしょ、ネクラのやつが。で、なんか知らんけど、ただただ家に俺ん家来て、ね、変な時間に俺ん家来て、ファイナルファンタジー、3だか、4だか、5だかあったんですよね。で、それで、ただただ一人で俺ん家に来て、ファイナルファンタジーをずっとやってて、ねえ、なんか一人で来て、なんか腹立つじゃん。家でやれよっていう感じで。ほいで、まあ俺が寝てる時にさ、ガチャ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 うるせえじゃん。だから腹立ったからさ、そいつがやってた、ファイナルファンタジーをこう開けてさ、武器、強え武器とか全部売ってさ、全部薬草に変えただよ。強い武器を全部売って、それを金にして、全部薬草に買って、で、全部それをしてて、してたらですね、その人が来て、やったら全部薬草になってるわけじゃん。で、その時はもう何もしなかったんだけど、翌日さ、別にみんな来ると思って開けてるだよ。鍵を。それでガチャって開けたらさ、おい、お前の、全部お前薬草に書いてんじゃねえよつって、こう、なんていう、傘でどつかれたんだよね。なんやそれ。ひどいテロリストだな、ほんと。
あのゲームごときでそのオーダーされたからね、傷害事件ですよそんなお前。はい次、ね、ザコシさんがいつも使ってる2リットルペットボトルはイロハスですか？真似したいのを教えてください。あのね、スーパーとかで、声優とかで売ってるアルカリイオン水っていうね、やつがね、ちょうどいい硬さなんですよね。それ、うん。キリンのアルカリイオンの水ってやつ。それがちょうどいいんですよ。硬さがね。イロハスってなんか柔らかすぎんじゃん。ちょうどいいんですよね。次。芸人の腰つぶ寝室の話、黎明期からやってる人が言うと重さが違うわ。確かにね。最近多いじゃん。なんか YouTuber、芸人が YouTuber になるとかつってさ。俺から言わせたら、もう、遅えって話だよね。それはドキュメンタルで、そういうさ、動画とか持ってこれる、ね、ルールなのに持ってこねえわって話だよ、お前。うん。だってそういうな、面白い動画。もう、気違いみたいな面白い動画っていうのをさ、突き詰めて作ってねえだよね、だからね。うん。俺はだってずっと前からそれ、わっけわかんねえやつをずっと作ってからさ。うん。だその違いじゃねえか？うん。そうなんですよ、だから。ね、だから今もやってる人もだって、なんだろう、週に、ね、一回とかでしょ？まあ、やって、ね、毎日やってる人もいる？芸人じゃいねえだよね。ヒカキンとか毎日なのかな？ YouTuber じゃん、それ。で、芸人と二足でもわらくじでさ、YouTube でさ、毎日やってる人なんかいねえじゃんね。うん。だからね、まあ、ルール的にはまあ、つまんなくてもとりあえず1個あげると。うん。そういうルールでやってたから。うん。しんどいよ。ほんだ、今日だってしんどいもんだって。うん。明日も早いしさ。うん。そう。その違いですわ。うん。次。このチャンネル見てると、リンスさんとか、西郡売れてほしい。そうですね。売れてほしいですよ。うん。リンスは売れても、発泡酒飲んでほしい。うん。っていうか、ギリギリ、売れるか売れないギリギリのところで売れないでほしいね。うん。ギリバイト、やんないと生活できないぐらいにな、ってほしいね。第2回メガネ上げコンテストは開催しないんですか？あの動画は数あるザコシさんの動画の中でも外出で動画かなり高くて大好きです。まあね、メガネ上げコンテストとか、昔の動画をね、まあちょっと、見て、もう一回ちょっとリメイクするっていうのはまあ、ね、やってる、いいんですよ。ちょっと、実は。うん。そう。で、また、機会があれば。ザコシさんは体型維持のためにしてることありますか？うん。体型維持っていうか、太ってきちゃうよね、だ最近。昔はさ、芸人やりつつバイトもしてたからさ、なんかすげえ、水曜のバイトでさ、すげえ歩くだよね。うん、すげえ歩くから、全然ね、維持できてたけど、最近そんなに、歩かないからさ、運動不足でさ、扁平足になっちゃったこと最近。痛いで足が。足疲れるし。うん。これはまずいね。なんかちょっと、ジムでも行こうかな。うん。特有の。ね。ほんと、有名人特有の。ジム通いっていうね。
ジム通おうかな。うん、沈黙ジム、沈黙を鍛えるっていうね。うん今までと全く違った芸風でお笑いをしたくなることはありますか？いや、それはないね。うん。だって、ね、推しの芸じゃなくすると引き芸にするんでしょ？いや、ないね。引き芸はちょっと俺できねえからな。うん、すかすんでしょ？ダメだな。ションベン替え歌が聞きたいです。新作はいつアップするんですか？ションベン替え歌ね、あれなんですよ。結局、YouTube が厳しくなって、著作権とかがさ、すげえ厳しいで最近。だからね、弾かれる恐れがあるんだよね。音とか。だからあんまできねえだよね。ね、いいと思うじゃんね。別にそんな言う、ネットでさ、なんかネットの方が先厳しいじゃんね。なんか、うん。だってもうテレビなんてな、ジャスラックとかさ、登録してんでしょ？だから使いたい方じゃん、テレビって。でもその、ネットはさ、そういうのがないからさ、だから結局、引っかかるだよね。で、YouTube でさ、なんか、曲を上げると、ね、国内に見れなくなっちゃうよね。そうなんだよ。なかなか厳しいだよね。平均睡眠時間どれくらいですか？まあ6時間くらいですかね。今度右腕にチンボーって立てるときます。やめとけよお前。やめろやめろ。もう後悔するのチンボーなんて入れたら。ゲロズキッチンは復活しないんですか？ああ、今日はこれで決まりでしょ？今日はこれで決まり？うん。めっちゃ回すから。将棋トーナメントそろそろやってください。まあね。ペットボトル、なんとかトーナメントってのあったな。あれもやんないといけねえね。なあ、やんないといけないやついっぱいあるけど、疲れちゃうだよ。師匠、毎日師匠のサブリミナル見ながら自分の沈黙を自分の聞くもんに出し入れする、セルフセス丸 X に励んでいる。ああ、見なきゃ、これ読まなきゃよかったテレビの収録でいつもの癖で思わず放送禁止を言ってしまったことはありますか？これはないんですよ。これはね、テレビではもうバッチリアンテナが張ってるから。俺ない。うん。今年の単独初日、ヘクサーマミで舞台転換中なので使われていた女性歌手の音源は何という曲ですか？可愛い曲調ですごく気になってました。知らないんだ。知らないの。篠原ともえ知らないんだね。うん。あれじゃん、篠原ともえの、なんだっけ。なんとかリラックス。ウルトラリラックス、篠原ともえのウルトラリラックスじゃん。もう知らないんだね。シノラいいよ。もう卓球さんだし。はい。生活リズムどうなってんですか？まあそれはしょうがないですよ。いろいろね、仕事終わってきてね、家のことやって、で、作業場に来て、で、そっから動画考えて、動画撮って、で、編集して、で、上げるわけでしょ。だから3時とか4時とかなっちゃうっていう。で、いつ、どんな時に上げてんだよっていうね、人いるんですけど、まあ、そういうリズムですよ。うん、しょうがない。最近何か映画見ましたか？そうそう、ハリウッド
で、タランティーノの新作、俺、あの、試写会行ったから。うん、あれ面白かったね。うん。ま、なんとかなんとかハリウッド。うん、あれは面白かったな。もう一回見てえな、俺。うん。もう一回見に行こうかな。今更ながらロックマン1を攻略してほしいです。ロックマンね、難しいからね。うん。今年の単独ライブはおまけの DVD がなかったですが、今後復活の可能性ありますか？ないね、これはね。結局さ、なんか、俺エゴサーチしたら、結局またなんか言ってる人いたんだけど、DVD をケチったなとかって言ってる人いるだよ。あれ違うからね。DVD つけて去年までやってたけど、結局さ、終わってからさ、メルカリにもう売られてんだよね。だからもうバカらしいからやめたの。うん。で、タダでやってるもんをさ、だって5000円とかで取引してんのよ、1枚。なんだよ、と思っちゃってさ。だってもう、上がっちゃってんだもん、だって、上がりが上がって出てんのよ。うん。単独見てさ、その DVD 売ってさ、単独がいくら ?3500 円とか4000円だよ。で、5000円で売ったらさ、1500円とかの儲けになっちゃったの、お前。なんだそれ、と思って。じゃ腹立ったからさ、もういいやと思って、形にならないものにしようと思って、ポストカードにしたんですよ。で、ポストカードとかも売られちゃったら、もうあれだね。もうないよ。うん。で、売られてるのはもう分かったら、もうあれだよ。連帯責任で、動画消すからな。本当に。連帯責任だよ、お前。うん。一枚でもそのメルカリに、こう、売られてる、のが見つかり次第動画消すから、腹立つから、うん、連帯責任だから、ほんとで、犯人探しをしてくださいっていうね。そうだよ、だってもうこんなお前な、特典でさ、サービスでやってるものをね、その儲けられたらたまったもんじゃねえっていうね、うん、そういう感じっすよ。ごめん、いつも楽しく拝見している静岡公演では映像がカタカタでしたが、音声だけでも十分楽しませてもらいました。ザコ師匠さんは何が新しいチャレンジをするとき、どんな準備を行っていますか？ごめんなさいね、ほんとね、静岡公演のね、ほんと申し訳ない。あれはもう見れたもんじゃなかったから。映像がな、カク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 ですよ、お前。だって映像楽しみにしてる人がほぼ、ね、もういるわけじゃないの。あれはちょっと違うよね、んとね、もう。スタッフが悪いんですけども、あれは、ほんと。まあ、あれはもう、ダメだ。だから、静岡公演の人、まあ、あれなんですけど、ちょっと、幕間映像を上げてますんで、そっち、もし、本当に、月並みなんですけども、幕間映像、3個くらい上げてますんで、そっちで見てください。ね。ライブの時に見ないと、その意味ねえんですけど。たまったもんじゃねえよ、もう。10万人登録おめでとうございます。バイオハザード7クリアしましたが、途中なんですよ、まだ。やんねえといけない。忙しいからできねえだよ。バイオハザードリッツーもまだだよね。半分はクリアしたけど、レオン編クリア編だるじゃん。裏クリア編がクリアしねえから、やんねえといけねえな、バイオハザード。ズボンあげちまーねーと名のズボンはどこで手に入りますか？もう手に入んないんですよ、あんまこれ。あれ、あのね、両国のライオン堂ってとこで買ったんですけど、もう売ってねえんだって。厳しいですね。もうだからあれをどうにかして直してやるしかねえでよ。なんだってこれ。
弟子になりたいのですが、どうすればいいですか。弟子取ってねえからさ。カジサックって存在うざいでしょ。別にうざくないよ。すごいじゃん。だってそんな100万人とか登録したんでしょ。いや、まあそんなのすごいよ。俺もやっと10万人なの。 10年やって、そんな感じかな。東海オンエアさんで師匠のチンボーが流行ってることに関してどう思いますか。そうなの？東海オンエアってあの YouTuber でしょ。あ、そうなの、流行ってんだそうなんだね。まあ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 、そんな感じでね、ここまで、コメントください。全部は答えられないんですけど、目に留まったコメントは読んで、私が答えますんで、よろしくお願いしますっていうことでね。また来月お会いしましょうということで、ザコシの動画デポン放送局でございました。明日も早いから寝ますわ。は